はい、キヨタクです。ひかみちゃんです。今回っていうか今夜は実はまた野見さんにお邪魔はしてるんですけども、いろいろ最近まあお世話になって三重県のことを広めていただこうということでやってますけども、実は今回そのひかみちゃんお花もあったりしますけども、今回お店が5周年を迎えましたということで、ちょっと今日はねお祝いということでお伺いさせてもらって、せっかくなのでその5周年のお祝いのちょっと動画をちょっとだけ撮ろうかなということで今回してます。ありがとうございます。いや本当に5周年おめでとうございます。ありがとうございます。本当にね、いろんなお店で、まあ宇野宮さんもそうですけど、いろんなお店で三重のことが広がればいいなというふうに思ってます。今日はねごめんなさい、今日僕がちょっと突然お邪魔したので僕しかいないですけども、プライベートプライベートで今日来てますっていうか、まあいつもプライベートですけどね。本当におめでとうございますということで来ました。じゃあまあちょっと私だけで申し訳ないんですけども、ちょっとお祝いをさせていただこうというふうに思ってます。はいはい、どうも。うっそー。ちょっと待って。マジ？マジですか？キクマルさん何してんの？どうも林家キクマルです。いや。2回目の来店です。いや5周年おめでとうございます。いやありがとうございます。おめでとうございます。もうすいません、ほんまに申し訳ないです。わざわざ箱を入れて、早菊さん、はい、早菊丸縮めて早菊、っていうか、はい、なんすか。いや5周年いやお祝いで、いや5周年は言ってましたっけ、言ってましたけど、いや、ありがとうございます。僕が言うわけじゃないですけど、ありがとうございます。いや本当に、いや嬉しいですね。まさかの、いやめっちゃ嬉しいです。あ、でも今ね、はい、っていうかなんかすごい三重のお酒が入ったということを、それをちょっと今からご披露しようかって二人でちょっと話をしてたんですよ。はい、そうです。せっかくだったらいいですか、熊さん、ちょっと一緒に。いいんですか。いいですね、はい、ぜひぜひ。で、今日はアミちゃんは今日いないですね。いや今日はだから僕一人でいう話をしてたんですよ。なるほど、邪魔なんであいつ、ここだけの話ですけど、まあね、そう別にね、いつもね、そうです、うん、まあちょっとこっちに、せっかくなんで一緒の画面に、はいはいはい、いや本当に菊間さん、はい、びっくりしました。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそです。菊間さん、若干他のところで行ってました。今行ってここだけ、ええ、あバレてますよ。いやバレてます。いや ちょっと軽く引っ掛けてからね、勢いつけて、なるほど、一番いい状態で来ましたから。あ、まあそうです、ベストコンディションで来るっていうのがね、そう当然ですから。でもひろみちゃん嬉しいよね。嬉しい、めっちゃ嬉しい、もうほんまに嬉しい、もうほんまにびっくり。いや5周年っていう話はしてたんですけども、うん、してたんやけど、菊間さんとまさか早菊さんやね。そう早菊さん、早菊さん、いや来るって思ってた。違う、全然思ってない。忙しい人やから、ね、基本ベース。だからもうそんなね、もういやもうどうすんの、もう。でもよかったよ。そのさっきね、美味しい、こう実は今日三重の、そうこうちょっとサプライズでこういうお酒が入りましたっていうのを実はご紹介しようと思ってました、二人で。いやもうちょうどよかった、ほんまに。いや、なんか漏れとったかな、情報が。いや、私が持ってるんじゃん。持ってんじゃん、私が持ってるんじゃん。あ、でももしかしたら持ってるんかな。あ、僕が。あ、うん、もう。そっか。だからね。よっぽどのじゃあお酒ってことなんですね。いや、もうそう、だからもう。まだ言ってないんですよ。これから、まさにこれから言おうって思ってたんですよ。もう多分もう、次入るかどうかわからない。奇跡的に手に入ったお酒。で、もうちょっと言って。そう、それで今回僕一人で、ごめんねっていう、まあ久しぶりに京宅でっていう話はしてて、だからありがたいことに、早くさんで。もうちょっと2人できない、まあ亜美ちゃんいないのが超ラッキーですけど、なるに。いや、ここだけの話が、彼女おると一人で飲んでしまうから。あ、なるほど。やっぱ飲み屋さんっていうと、まあ、三重のお酒なので、そういう意味ではね、だからいなかったからラッキーやなっていう。いやでもめっちゃ可愛い人気のな、酔っかけたら酔っかけたで、亜美ちゃんは。いつもね、食った頃の笑顔でね、亜美ちゃん可愛いねんけどね。ちょっと寂しい気もしますけどね。そう、やっぱちょっと花ね、そう若いね、若い花が。うん、もう不安も増えてますか、増殖中なんですよ、ね、増殖中なんですよ、不安が湧いてるみたいな。まあおらへんからいろいろ言うても大丈夫ですって。そんなでもこれ動画上げたら多分後で多分何って言われると思う。あ、なんで私呼んでくれへんかったのかな。そうだ、
やったもん勝ちですよ。まあまあまあ、ね。で、あの早速今日もうごめんなさい、あのまあお祝いっていうことで、まあショートメッセージっていうか、まあショートでっていうことで最初思ってたので、うん、じゃあ今日はちょっと実はご披露しようと、まあ皆さんにこれでってお酒を見るのお酒ということで、まあ代表的なお酒を今までもねご紹介させていただきましたけど、今までちょっとご紹介できなかったお酒があって、見るのお酒で皆さんが結構知られてるお酒で、それはもうひろみちゃんから、うん、今回実はご紹介をさせていただこうとしたお酒は、そう、ジコンです。え、ジコン、ジコン、はい、ジコンが手に入って入りましたか。もうそう、もうめっちゃびっくり、自分でもびっくり。入らないっすよ、絶対入らない、絶対入らないんですよ。今までもう5年やってるけど初めて。え、そうなんですか。そう、初めて手にした。それも一生瓶、一生瓶やて。いやいやいや、もう来ないとあれですけど、大阪で事故を置いてる店なんかないんちゃいます。少なくともこの界隈ではっていうか、もう高級店なんですよね、うんうん、高級店にしかやっぱり回らないで、うちはもう安物居酒屋なんで、いやいやいや、もうそんな事故なんかね、手に入れることないんですよ。ことあるんですか。え、飲みます？いいですか。いやいや、今日はそのためにみんな皆さんでご披露してっていうつもりで、最初からまあ事故が入ったということで。嬉しい。いや、僕正直事故2回目なんですよ。あ、そうなの。松坂の寿司屋でいただいた。三重県、三重県、松坂のね、三重県ね。うん、2回目なんですか。大阪でいただけるとは。いや、はい、もう安いお店なんで、もう、はい、でもうほんまレア、はい、安い店で食べるのも、じゃあ行きますか。はい、行きましょう、行きましょう。じゃあすいません、じゃあジコン、ちょっと用意していきましょうか。もう、あ、店員さんが、店員さん、うん、大丈夫です。すいません、あのジコン、あ、ジコンいいですか。お願いします。ジコン、すいません、お願いします。お願いします。こちらジコンになります。お待たせしました。誰やねん、お前。おるんかい。おるんかい。3人誰やねんこれ。誰、お前。アミちゃんです。じゃあもうひろみちゃんからちょっと菊丸さん、はい、やっぱり一番飲みたかった菊丸さんに。そうですね、もうね、もうめっちゃええ香りで、ね、マスクしてればわかるんで、もうジコン飲めたら、うん、もうやめてもいい思ってるんです。いや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 、この世界やめてもいい。いや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 、いや、もうなんならもう今日で落語はもう廃業しようかな。いやいや、まずいですよこれ。ダメダメダメ。いや、もう本当にもう事故さえ飲めたらもう何も思い残すことないです。じゃあ、いや本当にちょっとまずは唇を切って、いただきます。いただきます。わ、すごい、なみなみと。では人生2回目の事故、いただきます。うまい。何やろこの風味と、そしてフルーティーなその甘みとで酸味もあって、スーッと喉通っていきますね。スーッと通っていくから味がわからんだこれな。いや、もう大事に大事に大事に。いや本当に良かった。これはもうね、もう本当にもう横綱、うん、あ、やっぱり時間、いや、やっぱ別格。いや、他のお酒もね、美味しいですよ。他のお酒もうまいですけど、なかなか飲めないだけに、その飲む時のこっちの心構えが違うんですよ。そうですね。念願の待ちわびた時間っていう、まずその儀式が先あるから、なかなか憎い商売しますね、ここも。そうね。清田くんがお送りしました。うそー。あみちゃんも一緒に行きますよ。林家菊丸でした。そして、あみちゃんでした。ありがとうございます。ひろみさんとかけまして、はい、ひろみさんとかけまして、はい、夜空に輝くお星様と解きます、はい、その心は、その心はとても昼間は見れません。